ついにね、ここまで来ました。そう、ここはですね、ポケモンリーグです。僕の旅の終着線、そして始まりの地。なんかさ、ダイパのさ、ポケモンリーグしょぼくね？こんなちっちゃいもんなの？うわぁ、夏。これ右でアイテム変えて左でね、ポケモン回復できるんだよな。で、今日ですね、使うポケモンはですね、ムクホーク、ディアルガ、ゴーカザル、レンドラ、ゲンガー、ガブリアスとなっております。あ、てか今左見た。すげえ。あれ、ボールがさ、反映されてるんだけど、ディアルガのとこだけ、マスターボールになってた。あのね、深丸がね、まあ、ちゃんと進化してきました。ガブリアスになってきました。で、もう僕ね、アイテムはね、もうちゃんと買ってきたんで、買う必要ありません。なんでもう行っちゃいましょうか、これ。あ、そっか、カメちゃんとあんのか。待って、ポケモンリーグ、挑戦だろ。もうこれがね、最後のカメちゃんとの戦いですよ。俺もそのつもりで、ここまでやってきたぜ。さあ、どっちがふさわしいか、ポケモン勝負で決めるぞ。そうだね。僕たちはいつも、ポケモン勝負で何かを決めてたね。もうこれが最後のポケモン勝負。全力を出し尽くそう。あ、ちゃんとあれなんだ。手持ち6匹にしてるんだ。いや、ムクホーク。いや、奇遇だね。僕も今ね、戦闘のポケモンムクホークなんですよね。まあ、まずは威嚇で様子見したいから、ムクホークにしました。いや、カメちゃんのムクホーク、どんな問題？どんぐらい育成してんの？めちゃくちゃ気になるんだけど。まあ、まずは互いに威嚇を入れて攻撃を1段階ずつ下げる。レベル49か。まあまあだね。ちょ、ブレイブバード打ってみよう。これ倒せるかな。いや、威嚇1段階入ってるから無理かな。レベル10の下がっても、いやー、また耐えてくるような。さすがに威嚇あったらトンボ返り。いや、奇遇だね。俺と同じ技覚えさせてるじゃないか。いや、こいつなかなか賢いぞ。威嚇入れてトンボ返りってすごくいいムーブですね。ヘラクロス、いや、バカじゃないかこいつ。おい、ヘラクロスって知ってるか。虫格闘タイプなんだぜ。おい、飛行4倍で入るんだが、なんでお前そのポケモン出した？もしかしてあれか。素早さには自信があるタイプ。じゃあどっちが速いか試そうぜ。いや、俺の方が速いんだが。お前なんでそれ出したんだ？絶対死ぬからね。それはそうだよ。いや、気合の助けを持たせてないの？お前ナメップだろ、お前。やめちまえ、ポケモントレーナー。いや、ちょ、ブレーバレも半分削りちゃったな。次、羽休みしたいな、ポケモンによっては。どうしよう。何出してくるかな。カメちゃんって何出してくるっけ、ポケモン。全然覚えてねえよ。あ、てか、食べ残しね。うわ、無教区か。変えよう。いや。いや、どうしよう。いや、ここね、変えたら変えたら威嚇入っちゃうから。ちょ、パラドックス出してみる。あ、てか、パラドックスね、めちゃくちゃガチなんですよね。技構成とか。もう対戦で使えるようにしすぎました。いや、どうしよう。いや、一回焼き鳥温存でいいや。一回これね、あれ打とう。あれ、俺の方が上取ってるよね、これって。一回トンボ返り言うと、多分倒せないと思うけど。しかも2段階入っちゃってるからね、威嚇。あっ、あっ、ちょっとミスった。なんで雨乞いなの？え、なんで雨乞い打ってくんのこの人。あ、あれか、手持ちにエンペルトいるから、そいつに全てを託そうと雨乞い打ったのか。まあ、なかなかやるじゃないか。いや、ここで一回全回復。ここもインファイで打っちゃうかな。これワンチャン倒せるくない？いや、ブレバの方がいいな。いや、これ落ちるかな、威嚇2段階。しかもお前の方が早いんだ。いや、ブレバ。いや、俺の焼き鳥耐久には自信があるんだぜ。いや、これで防御落ちてくれてるから、さすがにブレバでね、落ちてくれると思うよ。いや、まあそうだよね。で、次出してくるポケモンは、エンペルトかな。君の手持ちは残り3匹。僕の手持ちも残り3匹。いや、エンペルトだったらレントラーでいいね。あと、こいつ何いたっけ、手持ち。ギャロップ、あー、ギャロップか。いや、待て。俺、ギャロップに抜群取れるポケモンがガブリアスしかないから、ガブリアスだそう。ガブリアスって、ね、こいつだとレベルほぼ変わらないんだよな。しかも、覚えてる技が地ならし、あんまダメージ入らない。いやー、やっぱガブリアスめちゃくちゃかっこいいな。ギャロップレベル49。レベルで負けてますね、この僕が。メガホン、メガホンってなんだっけ。あれ、一撃必殺だっけ。あ、違うわ。あ、メガホンってあれだね。確か虫タイプの技。おー、強いよ。ガブ強いよ。それ一撃で落とす。地ならしで。で、次出してくるポケモンはエンペルトじゃないか。で、残りの1匹なんだ。パラドックスレベル54。タロウレベル57。カビゴンか。じゃあ、マサルでしょ。ちょ、これカビゴンどうしよう。一回グロパン打っとこうかな。一回攻撃1段階上げてからの、インファイトで確実に落としに行く。いや、もうインファイトレンダーでいいかな。
裏エンペルトだし。これ両方ともインファイトで死ぬかな。いや、まあそうだよね。マサルくんね、達人の帯っていうアイテムを出せてるんですよ。達人の帯がね、効果抜群の技の威力がほんのちょっと上がるんだよね。多分 10% ぐらい。で、次。まあ最後はエンペルトと。まあ互いに最初のポケモン同士で戦おうじゃないか。エンペルト、レベル55。まあなかなか鍛えてるじゃないか。まあインファイトで一発だと思うけど。まあさすがに耐えないでしょ。だよね。いや、完封でしたね。あれ？まだいんのこいつ。あれ終わりじゃないの今ので。嘘。あ、でもロズレッドだったら別に。いや、しかも今ちょうど雨終わったしね。俺はこいつを信じてる。お前そこはエンペルトでよくね。いや、もう雨も終わったからあれだぜ。マサルの炎がぶっ刺さるぜ。火炎車。これで終わりだ、亀ちゃん。お前に負けるようじゃ、ポケモンリーグはまだ早いってか。そうだ。畜生、もっと強くなってポケモンリーグ勝ち抜いてやる。なんだって俺は最強のポケモントレーナー、チャンピオンになるからな。しろ俺に負けるまで誰にも負けるんじゃねえぞ。わかった。いや、これで僕はね、ポケモンリーグに挑戦できると。コールバッチ、フォレストバッチ、コボルバッチ、ペンバッチ、レリックバッチ、マインバッチ、グレイシャバッチ、ビーコンバッチ。よろしい。新王地方のジムバッチをすべて持つトレーナーよ。その力をここでも発揮し、栄光を勝ち取ってみよう。わかりました。その前に一回ポケモン回復しとくわ。なんかあいつに削られちゃったからな。いやー、やっといけるわ、四天王。いや、でも俺四天王と戦ったことないからさ、ちょ、楽しみなんだけど。ごめん、今まで謎の場所でね、ずっとスキップしました。なんならシロナさんでもね、戦ったことないです。すいませんでした、本当に。うわ、懐かしい。なっついな、これ。さあ、ここに来たらまずやることは一つ。まあ、そうっすよね。まあ、それはできないよな。はい、ようこそ、ポケモンリーグへ。あ、リョウってこんな感じなんだ。僕は四天王のリョウです。よろしく。あ、僕、あ、虫使ってくるんだ。だって虫ポケモンかっこいいし綺麗でしょ。マサルで一発やん。そう、僕虫ポケモンのようにパーフェクトになるため、ここで、挑戦者と戦っています。では、相手させてもらいます。どうもよろしくお願いします。今まで謎の場所でスキップして申し訳ございませんでした。あ、リョウってこんな感じなんだ。お、手持ちは5匹と。毒ゲイル。ああ、こいつあれか。なんだっけ、こいつって虫毒タイプのやつだよね。いや、これとりあえずブレバで一発かましとくか。だからブレバで落ちるっしょ、さすがに。いや、てか、こいつのブレバめちゃくちゃ強いぞ。タイプ1の威力150。あれ、ブレバって確か威力150だったよな。まあ、その代わり反動ダメージあり。まあ、さすがにそうっすよ。いや、もうこれもう焼き鳥くんで攻略できるわ、ここは。次、誰出してくる？虫タイプって何がいたっけ、ポケモン。あとなんか毒ゲイルの対になるやついたよね。あ、それ以外なんかいるっけ？ヘラクロス！ヘラクロスには飛行タイプが4倍で入ります。なんでブレイブワイド。あ、岩なだれ持ってるのか、しかも早いね。いや、ここでひるむのだけはやめてほしい。ほんとに。オッケーオッケー。いや、ただこれブレバでね、もう HP がね、もう危険状態までいっちゃうから、一回羽休め入れたいけど、入れてる間にやられんのでたら、あの、羽休めって技はね、回復できるんですけど、代わりに飛行タイプがね、消えてしまうんですよ。あ、え、死んじゃった。嘘。死ぬのお前、それ。わ、あとは、マサルくん出すわ。あ、違う。ごめんなさい。アゲハント。そう、こいつがあれだよな、毒ゲイルの対になるポケモン。そして僕はマサルを出す。僕の手持ちで最強のポケモンさ、マサルは。火炎車。ビークイーン？あれ、ビークイーンってさ、あれ、ブラックホワイトのポケモンじゃないの？ビークイーンって。あれ、ダイパーのポケモンなの？こいつって。緊張感。味方緊張して。いや、それ、ディアルガに刺されるわ。僕、ディアルガにね、キロミ持たせてるんですよね。てか、ビークイーンってダイパーのポケモンなんだ。初めて知ったわ。いえ、買った！何このポケモン。いや、しかも、キノミ持ちそう。
マジか、マサルの火炎車耐えるか。やるな。ツバメ返し。いや、でも、だ、まあ、そんなもんだよな。その耐久の仮のその攻撃力。火炎車。これ押してくれるよな。いや、これギリギリ耐えるかな。いや、オッケーオッケーオッケー。残りビゲージョって欲しい。あと何がいるんだ、虫タイプって。ビークイーン、毒ゲイル、アゲハント、ヘラクロス、あ、ドラピオン。え、あいつって虫タイプなの？え、あいつって毒単体じゃないの？え、こいつって虫入ってんの？あ、しかもちゃんとボールにエフェクトつけてるじゃん。俺と一緒。あ、地震。いや、上取るんだ。いや、早いな、みんな。いや、マサルギリギリ耐えたけど。これ虫じゃなかったら多分落ちないんだよな。あ、ドラピオンって毒、あ、あ、やっぱそうだよね。虫入ってないよな。え、ちょっと待って、これ次地震。いや、待って、これ焼き鳥に帰らんねえわ。どうしよう。いや、待って、これめっちゃくちゃ地震刺さるんだけど、俺のパーティー。待って、俺焼き鳥とラビリアル以外地震抜群なんだけど、みんな。うわー、待って、どうしよう。いや、これパラドックス出そうかな。パラドックス結構耐久あるんだよ。いや、どうしよう、これ。いや、こうパラドックス出すわ。いや、多分こいつの自信なら多分3発、いや4発与えてくれると思う、パラドックス。いや、どうだ。いやー、そんな入るか。いや、でもまだ次耐えられるわ。こう時の方向で確実に落としに行く。いや、もうここ急所じゃなければ僕の勝ちですよ。 OK、 勝ちました。いやー、危なかったな、めちゃくちゃ。いや、てか、なんでこいつ虫タイプのさ、四天王なのに、なんで虫使わないの？なんでドラピオンなの最後？なんかずるくない？そこ統一した方がよくない？ねえ。いや、とりあえず、りょうくんには勝ちました。あと残りの3人。あと誰だろう？オーバーは知ってる。あとは知らん。虫ポケモンの素晴らしさ、ポケモンリーグの凄さ、そしてポケモン勝負の奥深さ、君に使う、ねえ、なんか久しぶりにね、ポケモン落とされた気がする。いや、なかなかやるじゃん。まあ、さすが四天王ですね。一番美しく一番強い虫ポケモンで、負けたのは僕が甘いからだ。よし、期待直します。ということで応援よろしくです。じゃなかったら次の部屋にどうぞ。わかりました。いや、俺、あれなんだけど、俺こっから行ったことないんだよな。次の部屋。次誰なんだろう。うわ、なんだこれ。うわ、めちゃくちゃ地面使ってきそうだな。おやおや。あ、俺なんかこの人知ってるんだけど、聞くのって。なんか名前聞いたことあるわ。可愛らしい。それでいて頼もしいトレーナーだね。おほほ、私はキクロン。特に大事にしてるは地面、やば、地面だよな。見た目がめちゃくちゃ地面なんだもん。ほほほ、じゃあおばさんがどれだけやれるか見てあげますよ。いや、地面か。じゃあまずはムクホークで、ちょ、ブレバでも打っとこうかな。ムクホーク飛行タイプだからさ、地面タイプ入らないんだよね。ヌオー、なるほど。いや、ヌオー耐久硬いからな。これ、ブレバ2発で落ちるかな。こいつさ、冷凍ビームとか覚えるよな、確か。いや、ちょっと怖いな。一回ブレバ打とう。いや、そうだよな。ヌオー硬いからな。毒毒。ああ、そういう感じか。多分、毒毒。なんか守る、食べ残しみたいな。あれかな、なんか受けポケモンみたいな感じかな、使い方は。お、やるやん、こいつ。何こいつ。めちゃくちゃ使えるじゃん、焼き鳥。いや、そうやね、食べ残し持ってるよね。いや、待って、これ次のブレバー。いや、これワンチャンブレバー2回で落ちないな。いや、引っ込める。ゴローニャ。うわ、多分これ入らねえな。岩タイプだよね、ゴローニャって確か。飛行入らないんだよな、岩タイプって。いや、ただ俺インファイト持ってんのよ。いや、でも多分インファイトで落ちねえな。ブレバでこんだけしか削れないから。いや、でもこれどうしよう。インファ打ってみよっかな。いや、これポケモン変えた方がいいかな、素直に。いや、格闘がねめちゃくちゃ抜群で入るんだけど、いや、ブレバでこんなんだから多分インファイトで死なないと思うんだけど、じゃあ打ってみるか。いやー、そうだよね。耐えるよね。いやー、これ、いやー、これ死んじゃうかもな、焼き鳥。いや、そういう、そういう岩タイプは持ってるよね。いやー、マジか。いやー、これ誰出そっかな。
いや、ちょっと一回ガム出すわ。ガム捨てろ持ってるから、一回捨てろ巻こう。で、捨てろ巻いた後に、まあ、地ならしでいいから。あ、まあ、使ってくるよな、回復の薬。まあいい、ガブに対して、抜群取れる技持ってないだろうから。まあ、一回ここでね、ステロを巻くことによって、ポケモンがね、まあ、出たらね、そいつにね、ほんのちょっとダメージ入るんだよ。で、地ならし。いや、まあ、こんなもんか。で、素早さがね、落ちるんだよね、地ならしって。地震か。いやー、ちょっと待って、俺ここのジムきついかもしれん。もう焼き鳥ここで殺しちゃったのがね、あだとなったな。いや、ここで一回焼き鳥回復入れるか。いや、ちょっとガブには申し訳ないけど、ここで落ちてもらうわ。いや、このゴロニアがめちゃくちゃ強い。地震でこんだけ入るんだもんな。いやー、これ一回ね、ムクホーク出して、いや、一回ここマサル出そう。マサルでインファイト打って、こいつ落として、で、次のポケモンによっては、あいつだな、あいつに変えよう、ムクホーク。これは絶対に落ちる。さすがに落ちるよ。ナマズン！あれ、ナマズンか。ナマズンは地面タイプの技が刺さるけど。うわ、地面タイプ持ってるやついねえわ。あれ、ナマズンってさ、あ、違う、あいつって水地面タイプだっけ？あれ、あいつ水電気だっけ？いや、待て。あいつって電気地面タイプだっけ？いや、多分これ太郎刺さんないな。いや、一回パラドックス。いや。いや、待って、あいつのタイプがわかんねえ。あいつなんだったっけな。いや、ここ一回女性で様子見してみよう。もう最悪道連れだな。確かにナマズンって、水地面、水電気、地面電気のどれかなんだよな。で、ナマズンって耐久高いポケモンだったんだよな、確か。いや、これどんぐらい入るかな、玄関の下だぼ。あんま入らない。いやー、入るわ、めちゃくちゃ。地ならし。いやー、これで素早さが落ちちゃうんだよ。いや、これで次上取られちゃったら、女性死んじゃうんだよね。あ、ただ地ならし封じ込める。いや、まだこっちの方が上取ってるのか。オッケーオッケーオッケー。でも、ここでもうゲンガーには引いてもらおう。いや、次誰出してくるかな。ヌオーが厄介だわ。もうヌオーはパラドックスで、いや、無理やり落とした方がいいね。もう時の方向で無理やりやるしかない。あいつはマジでね、きつい。いや、パラドックスがね、めちゃくちゃ強いんですよね。特攻と HP に努力値振ってるんでね。あれ、ダメージがめちゃくちゃ出せるんですよ、この子。これワンチャンラスカで死なないか。さすがに無理か。まあ、時の方向を打とう。ウソッキー！ウソッキーは、岩タイプ。ウソッキーは岩タイプ。じゃあここはマサルくんにやってもらおうか。いや、マサルのインファレね、多分落ちてくれんじゃないかな。いや、どうだろう、これ落ちるかな。いや、落ちてくれたわ。いや、勝った。いや、やっぱあれだな、四天王強いな。絶対にポケモン落とされちゃうわ。いや、やっぱ四天王だけありますね。なかなかポケモンを鍛えていらっしゃる。あ、え、まだいんの？いや、俺今終わったつもりでいたんだけど。え、なんで？いや、まあさすがにパラドックスでいいや。だパラドックスの時の方向で落ちてくれても。いや、強いね。ほんと、パラドックス。さすが伝説ポケモンですね。いやー、きついね、四天王ちょっと。大したものですよ。ポケモンがあなたを信じて力を出し切っての勝利。負けたのに思わず吠えんじゃわ。いやー、ケチだな、7300円か。ロケット団のリーダー持ってくれたけどな。大したものね。ポケモンと人が力を合わせて勝ち取った勝利って言うわね。それこそが強さね。おほほほ、あなたたちならどこまでも行きますよ。いやー、四天王ちょっとね、辛いな。いや、これシロナさんめちゃくちゃ苦戦するんじゃないか。いや、次誰だろう。あ、オーバーだ、炎タイプ使いだ。よ、トレーナー。いつやってくるのか、指折り数えて待っていたぜ。なぎさでのことは、デンジの野郎から聞いたぜ。あいつの心に火をつけるとは、期待が高まって仕方ねえ。
この人アフロ似合ってないよ。ギャロップ、なるほどギャロップですか。いやここ一回ブレーバーで様子見よっかな。じゃあ焼き鳥くん、まずはブレイバード。いやあいつの方が早いんだ。いやどんぐらい入るかなこれ。あワンパンだわ、すごっ。あ急所か、これ多分急所じゃなかったらさすがにワンパンじゃなかったな。いやてかみんなレベル高えな本当。向こう今58だってよな、ギャロップ上げすぎじゃないですかさすがに。ハガネール、ハガネールか、誰出そうかな。いやガブ行こっか。ハガネールはね、岩地面タイプ、地面タイプの技が効果抜群。いやこれステロ巻こっかな、一回ステロ巻いた方がいいか。あれてかなんでこいつ炎タイプ使いなのに、なんでこいつハガネール出してんの。まあ、一回ステルスロック。アイアンテール、好きだねアイアンテール。アイアンテールって確かさあれだよな、あ違うんだ、これって後続のさポケモンと強制交換する技じゃないんだ。いやーそうだよな、こいつ硬いもんな、入らねえよな地鳴らしじゃ。いやこいつ遅いから素早さ下げても意味ないんだよね、外してくねえかな。いやーうーんこれだー、ちょっと誰出そっかな次。いやマサル出しても多分あいつインファイト耐えてくるんだよ。で地面タイプで、いやだ半分は持ってかれると思うんだよなマサルの HP。いや落ちるか、ミミロップ。いやこいつ全然炎タイプ使ってくれないけど、なんなのお前、炎タイプ使えや、炎のジムリーダーやろ。ちなみにミミロップはノーマル格闘なんで、インファイトでさすがに落ちますね。やば、もうインファイトの PP ないんだけど、飛び膝蹴り。ちなみにこれ外すとね自分がダメージ食らうんですよね。じゃあ飛び膝蹴りって命中90だか75ぐらいじゃなかった。やばいな、もうマサルの防御2段階落ちてるから、ちょっと1回下げたいな。あとこいつの手持ち何匹だ、フワライド。いやこれはもう絶対下げてもいい。であいつはゴースト飛行タイプで女性かな、女性のシャドウでワンパンじゃないかな、フワライドだったら。こいつ本当に炎タイプ使ってこないんだけど、なんなのお前、詐欺師だろ。いや高いなレベル本当に。いや多分次の四天王だとあれじゃないの、レベル60いってんじゃないの。いやだからこれステロが刺さるからいいね。最後のポケモンはゴーカザルか、なるほど。じゃあここはゴーカザルミラーと行こうじゃないか。あいつのゴーカザルどんなもんなのか見てやるよ。君の勢い感じる、熱い気持ち伝わってくる。レベル61。いやしかも今エフェクトめちゃくちゃかっこよかったな。いやーこれどうしよう。いやここ一回グロパンからのインファイトじゃないと絶対にゴーカーサル落とせない。一回グロパンチ。いやー向こうの方が早いのか。いやマジか。いやーどうしよう。いやーこれ一回ゲンガーに変えるしかないな。待って、グロパンでこんだけ入るんだったらさ、多分インファイトで一発だったな。いや、ここね、格闘来るだろうから一回、ゴーストで透かしたい。いや、最後、マサル同士の対決で行きたかったけど、ごめん、ゲンガーで行くわ。サイコキネシス。炎のパンチ。いや、それじゃ俺のゲンガー倒せないぜ。いやてかいいな炎のパンチ、俺もマサルに覚えさせたいんだけど、あれどこで覚えさせられんの。パンチ系の技ってさ、どっかの誰かに覚えさせてもらわないとダメでしょ。いやーほんときついなジム。いやマジで毎回落とされちゃうんだけどポケモン。まさかまさかの敗北だ、見くびって言ったわけじゃない、だけど負けるとは微塵にも思っていなかった。すごい、君と君のポケモンすごいぜ。
ふう、燃え尽きちまったぜ。いやー、これが最後の四天王よ。最後の四天王って誰だ、知らねえ。うん、これ見た感じゴースト使ってくんな。これはいいタイミング、ちょうど本を読み終えたところでした。では自己紹介を。私はゴヨウ。使うエスパータイプか。いや、エスパーか。マサルきついな。それにしてもここまで来るとは相当な実力の持ち主。四天王最強と言われる私も全力で戦わせていただきましょう。いや、これディアルが刺さるんじゃないか。エスパーだし。ディアルがね、ラスターカノン打ってれば勝てるな、これは。バリアード。バリアード多分ね、焼き鳥のインファで一発じゃないか。だからバリアードって耐久なかったイメージあるんだけど。いや、だからこれトンボでもいいな。トンボ帰り効果抜群で入るから。いや、でもね、ブレイブバードの方がね、入るんだよな。いや、ブレイブアウト。いや、耐えるか。リフレクサー。いやー、そういうめんどくさいことしてくる。いや、リフレクターか。たぶんこいつ光の壁持ってるな。いや、光の壁撃たれる前に倒したい。ちょ、ここブレバで確実に持ってこ。で、次、ディアルガだそう。ディアルガでもゴリ押そう。キリン力？あれ、キリン力ってあれだよね。まあいいや。あんま覚えてないわ、キリン力は。ちょ、パラドックス行こう。今ね、あれ、リフレクター貼られてるから、物理のポケモンは出したくない。なんで、ディアルガ出します。あ、キリンリキってあれか。思い出したわ。で、ここはディアルガのラスターコノン。多分一発じゃないかな。いや、全然変態できるわ。トリックルーム。いや、こいつちょっとなんかガチ勢だな。光の壁やらトリックルームやら。いやー、これで上取られてしまうんですよね。どうしよう。まだラスターコノンでいいや。とりあえず落とせるから。光の壁。いやー、こいつめんどくせえな。めちゃくちゃガチ勢なんだけど、こいつ。もうこれで物理も特殊も半減なんですよ。いや、で、ここね、多分回復されると思うから、身代わり貼ろう。まあそうだよね。そこは読めてた。で、多分こいつディアルガに対して有効な技持ってないだろうから。いや、あれだな。リフレクターとかが切れる待とっか。一回ラスカ撃って、時の方向。多分それで死ぬんじゃないかな。それに絶対にね、あれ、サイコキネスしちゃ、身代わり割れない、今の。いや、これ多分時の方向次落ちないな、さすがに。いや、もう一回ラスカウト。え、なんでこいつこんなん避けんの。で、ラスカの次時の方向、多分それで落ちる。いや、ちょっとこれ怪しいな。で、ここでリフレクター、もう切れ、あれあれもうリフレクターって切れてるっけ。とりあえずトリックルーム切れたでしょ。いや、とりあえず時の方向を。多分落ちてくれると思う。いや、まあ落ちてくれるよな。で、まだあれなんだよな。光の壁張られてるから、出せるのは物理。あ、両方切れたわ。いや、チャーレムか。いや、チャーレムだったら焼き鳥でいいな。ブレバで一発だね、さすがに。あいつはね、エスパー格闘タイプ。チャーレムめちゃくちゃ飛び膝蹴りとか打ってきそう。ブレイブバード。多分これで一発だと思うんだよね。まあそうだよな。タイプ1で効果抜群だから。ブレイブバード技威力150。さらにタイプ1で 1.5 倍。さらに効果抜群で2倍。これを耐えれるやつはいない。フーディン。いや、フーディンはね、物理耐久ないだろうから。いや、どうしよう。いや、女性で行くべきか。あ、いいや。太郎で行こう。太郎、神クラク持ってるから。多分、神クラクでワンパンなんじゃないかな、フーディンは。神クラク。悪巧み。なるほど。いや、こいつ、ほんとガチじゃないの、こいつ使う技が。いや、ここ落とせなかったら、ちょっときついかもな。いや、オッケー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 。
ちょっと太郎のこと舐めてたんじゃない。でな、最後にピギだ、だれだだだだだ、誰出してくんだこいつ。どうたくんか。いや、どうたくん耐久があるポケモンなんですよね。まさるくんでいこっか。いや、一回どうたくんはグロパン打ってからの火炎車がいいかな。まあ、ここは一回様子見のグローパンチ。いやー、こいつほんと勝った日っていうのね、こいつ。いや、これ火炎車2発で落ちるか。いや、トリックルーム使ったけど、技構成がね、ガチなんですよ、この人。いや、自信持ってんのか。いや、でも入らないと思うぞ。いや、入るわ、めちゃくちゃ。あれ、どうだくね、こんな攻撃高いポケモンだったっけ。お、すげえ。これ、急所じゃね。あ、違うわ。いや、やるやん。まさるやるじゃん。まさか一撃で落とすとは思わなかった。いや、これで白だよ、ついに。やばい、緊張してきた。これであなたは四天王全員に勝ったわけですか。まだ終わりではありません。ポケモンリーグには私たち四天王よりははるかに強いチャンピオンがいます。さあ、扉をくぐり抜け、最後の戦いに挑みなさい。わかりました。やば、緊張する。うわー、なんかちょっと四天王のとこだけちょっと違うな。おお、元気にしてた。そう、天眼山のこと感謝しています。どんな困難にぶつかってもポケモンと乗り越えてきたので、それはどんな時でも自分に勝ってきたということ。そうして学んだ強さ、君たちから伝わってくる。さてと、ここに来た目的が分かっています。あれ、もしかしてもう戦い始まる感じ。ねえ、ちょっと待って、俺回復したいんだけど。ポケモンリーグチャンピオンとして君、いや、マジか。俺回復してないんだけど。いや、ミカルゲか。それミカルゲってね、めちゃくちゃレアっすよ。うわー、このシロナの BGM 懐かしいわ。そう、ダイパのシロナの BGM って遅いんだよな、テンポ。ブラックホワイト早いから俺めちゃくちゃあっちの方が好きなんだけど。いや、これどうしよう。あいつはね、悪ゴーストタイプ。インファイト入りません。いや、これどうしようかな。ブレイバでいっかな。いやー、マジか。アグロ波動。いやー、これ耐えてくれんじゃないか。いやー、マジか、そういう感じか。いやー、これ羽休め打っても多分死んじゃう。いやー、これは一回トンボで引こっか、後ろに。ただアグロ波動受けれるポケモン、ディアルガがいるな。ディアルガだそう。お、めちゃ入んじゃん。あ、急所か。なにこれ、オボンかな。いや、まあ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 、その体力だったらディアルガで殺せる。いや、ここ一回ディアルガ身代わり打とっか。アキの波動全然入んないと思うよ。あ、お、そっか。あ、あれだ。鋼ってあれだわ。悪半減じゃないんだわ。え、これ上取られてないよな。取られてたら多分死んじゃうんだけど。いやー、危ねえ。トリトドン。いや、待ってね。トリトドンでね、抜群出せるポケモンいないな。トリトドンで水地面タイプなんですよ。いや、ここ一回パラドックスでさ、多分無理やり落とせるんじゃないかな、時の方向で。で、こいつ地面タイプの技打ってきて、多分死ぬから、ここで落とせなきゃ死んでしまう。いやー、耐えてくるか。さすが四天王のポケモンですね。なぜ岩石封じなんだ。まさか地面タイプの技ないのか。いや、これ次岩石封じだったら生きる。いや、これ食べ残しかな。食べ残しだね。なんか食べ残し使ってくるやつ多いな、今作。いや、持ってんのか、自信。これさすがに死ぬわ。いや、申し訳ない、パラドックス。
いや、ただもう、次、もうどのポケモンでも倒せるから、トリトドンは。いや、多分この HP 量ならいける。いや、ここ一回マサルでグローパンチ。いや。いや、ここは一回ガブリアスで、ステルスロック巻こっか。いや、ただあれだな。ステロ巻いてるときに、あれだな、岩石封じ撃たれるとちょっとやだな。素早さ落ちちゃうから。何撃ってくる？岩石、いやー、一番嫌な技撃ってきましたね。いや、これでもう一回交換しなきゃいけなくなっちゃうでしょ、ガブ。ここドラゴンクローで、もう落ちてくれるんじゃないかな。いや、マジか。いや、マジか、こいつ。勝ってえな。いや、まあ、ただこのね、ドラゴンクローで次はさすがに落ちてくれる。で、次出してくるポケモンがシロナ。シロナって確か手持ちにガブリアスいんだよ。じゃあガブリアスいるとちょっと面倒かな。いや、ガブにはガブ投げたいんだよ。いや、これでガブ出すのだけはやめてほしい。いや、ミロカロスか。いや、ミロカロス。太郎だな。太郎の電気タイプが刺さる。ただ、ミロカロスってさ、耐久高かったからさ。いや、これどうだろうな。どんぐらい入るかな、スパーク。熱湯。いやー、そんな入るか。いやー、しかも火傷引いちゃうのか。マジか。いやー、全然入らねえ。火傷状態になるとね、攻撃力が半分になっちゃうんだよね。うわー、しかもそこで直してくれるか。うわー、で、相手火炎玉だ。なぜこいつ火炎玉という相手を持たせてるかというと、ミロカロスの特性が不思議な鱗という特性でして、自身が状態異常の時、なんだっけな、防御の特防が1段階上がるんだったっけな。いやー、これどうしよう。いやー、これきついな。ちょ、これ一回ね、ディアルが蘇らせよう。元気の塊。ネット。いや、このネット強すぎ。いや、けど引かないでね。ありがとう。で、僕ね、お盆の実持たせてるんですよ。いや、ただここで回復しても、もう次ネットを圏内だし。いや、しかも上取られてるんだよね、こいつに。まあ、ここ DR が、通っか。まあ、ネット打ってくるだろうし。いや、多分ディアルガだったらネット全然入らないと思う。ただ、火傷だけは引かないでほしい。OK。いや、ドラゴンタイプはね、水半減なんですよ。で、ここね、もう途切れの方向でゴリ押すか。多分ミロカラスレービー持ってるから、身代わり張っても剥がされちゃうんだよ。なんで、時の方向から？いや、これだったら身代わり耐えるな。いや、多分落ちないと思うんだよな、これ。うわ、落ちたわ。マジっすか。すえぇ、DR が。それ落とせんのか。夢食い？いや、いらねえな。ルカリオ。いや、ルカリオだったら出すポケモンは、まあもちろん、マサルかな。いや、マサルでいいな。いや、てか、回復してやりてえ、マサル。あと、焼き鳥も回復したいな。まあ、インファイトかな、ここは。いやー、上取ってんのか！マジか！マサルダウン！いやー、じゃあ誰だぞ、これ。いや、こいつ早いな、マサルより上ってことは。マサルの素早さが、150。150を超すポケモンはいますか？いました。うわ、やばい。女性早すぎ。嘘。172もあんの。じゃあ、ここ、いや、ガブ。いや、そうだな。いいな。じゃあ、いや、もう、あれだな。ガブリアもうパラドックスだことにして。ガブリアさ、ここ。
まあ、ここで一回地ならし、上取られちゃうけど、地ならしで素早さ落ちるから、多分次はこっちが上取れる。うわぁ、マジか。マジか。申し訳ねえ。いや、どうしよう。女性だな。いや、でも女性のね、サイコキネシスで、落ちない。いや、これ、シャドウの方がまだ入るな。いや、これ、鳥、いや、道連れ撃つのありかもしれない。いや、俺、ここ、トリックルームどうかな？多分もう、残りの白なのポケモン、素早さ高いだろうから。一回、トリックルームと。ワルダキミ。なるほど。いや、ちょっとめんどくさいされ、ことされたけど。いや、でも、トリックルームで上取れるから。で、ここのシャドウでどんだけ入るかだな。いや、まあそんなもんか。ラスタコロン。いや、でも耐えるんじゃないか。我だけ見積んだとしても。いや、耐えなかったわ。いや、さすがですね、チャンピオン。なかなか鍛え上げている。やばい、体力がやばい。ちょっと待って、本当にみんな体力がもうやばいんだけど。いや、ここ焼き鳥でね、ハニヤンスメしたいけど無理だよな、さすがに。いや、一回ここ太郎だな。太郎のスパークで落ちてくれるでしょ。いや、マジでこいつ、いやー、なるほど、精神力で下がらないと。まあいいんですよ。意味ないから。スパーク。オーケー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 。残り2匹。残りの2匹のうち1匹は、あれ誰だっけ？ディアルガじゃない。ガブリアス。いや、ロズレイドか。いや、もうここ焼き鳥にブレバで、もう無理やりやってもらうしかないな。いや、無理やり一回やってもらおう。しょうがない。いや、申し訳ない、焼き鳥くん。いや、君じゃないとロズレイド倒せないんだ。俺思ったんだけどさ、これ羽休み打ってもよくね。いや、いいな。じゃあ行くぞ、焼き鳥。ブレイブバード。さすがにこれワンパンだと思うよ。だよね。オッケー。残りのポケモンはガブリアス。僕がガブリアスに出すポケモンはディアルガ。いや、一回レントラ出してもいいかもな。一回威嚇入れてもいいかも。いや、でもトリックルーム切れるの考慮してディアルガの方がいいかな。今何ターン目だ、トリル使って。いや、ディアルガ打とう。威嚇入れてる暇ないな。ここまで追い詰められたのいつ以来かしら。いや、僕も久しぶりにこんな追い詰められましたよ。まさかここまでポケモン減らされると思わなかった。いや、しかし、トリックルームでディアルガの方が素早さ上。この時の方向、耐えられるかな。しゃあ勝ったぜ。皆さん、僕がね、これから新王のチャンピオンをやっていくことになりました。よろしくお願いします。いやー、手強かったわ、チャンピオン。いや、めちゃくちゃ嬉しいんだけど。さっきまでの君は最強のチャレンジャー。そしてたった今、最高のポケモントレーナーとして、チャンピオンになったのね。13,460 円。お見事です。素晴らしい戦いだったわ。ポケモンが最大限、力を発揮できるよう応援しつつ、冷静な判断で見事勝利した。その情熱と落ち着き、二つを合わせ持つ。君とポケモンなら、いつだってどこでだって、どんなことでも乗り越えられる。戦っていて、そう思ったの、新大地方の新しいチャンピオン誕生ね。ありがとうございます。さあ、そのリストに乗って、リフトでした。ここはね、やったことあるわ。謎の場所でここまでスキップできたんだよね。いや、ここはね、あれだよね。七かまど博士出てきたよな、確か。この先にあるのが殿堂入りの部屋。あ、やっぱ来たよね。覚えてるよ。白、さっきの戦い見事だった。あら、七かまど博士。うむ。ポケモン使いの手伝いを頼んだ子供がここまで来た。その成長を見届けるのが当然だろう。白、なんというか大人になった。
すごく頼もしく見える。相変わらず子供がお好きなんですね。あ、そういう感じの人。シロ君、こっちに来てくれるかしら。七かまど博士もどうぞ。いや、ここは今でも覚えてる。なんせ僕ここ5回ぐらいやってるから。久しぶりだな、ここに入るのは。私がチャンピオンになった時だとすればかなり昔のことですね。さてシロ君、この殿堂入りの部屋に刻むのは君たちの名前、残すのはここに来るまでの旅の思い出。さあ、ポケモンリーグの厳しい戦いを勝ち抜いた君と共に戦ったパートナーのポケモンをこのマシンに記録しましょう。ほら、これちゃんとボールが反映されんのよね。すごいよなこれ。いや、一人レベル62おめでとう。パラドックスレベル58おめでとう。マサル X レベル65おめでとう。タロウレベル61おめでとう。いや、みんなレベル高えな。女性レベル60おめでとう。そして最後、いや、ガブだけレベル低いな、おめでとう。そしてみんなありがとう。みんながいたからここまで来れたんだ。やば、俺45時間もやってるんだけど、長すぎだろここに来るまで。終わり。